どうも、はじめまして。毎日のカンメラと申します。この度ですね、こちらのオフィス防災店で、出店させていただいている、業者になるんですけども、こちらの商品をですね、皆さんに知っていただきたいと思います。まずですね、災害用のトイレとして、災害時断水で水が流れないという時に、使っていただく商品なんですけども、まず黒い袋、排便袋と、あと凝固剤ですね、こちらの、処理剤の方使って処理します。まず黒い袋をですね、洋式便器に広げていただいて、でその後に、こちらの、実験を含めてさせていただくんですけども、用を足していただいて、後からこの凝固剤の粉を振りかけていただきます。そうしますと、このようにですね、凝固剤がおしっこを吸収して固めてしまうという商品になります。もちろん匂いしませんし、雑菌の繁殖を抑える効果がありますので、衛生的に使っていただける商品となっております。でこの商品を応用してですね、作り出されたのがですね、こちらの繁殖用品としての携帯トイレであったりですね、あちらの方にある、パッケージ商品になるんですけども、災害用の、家庭用として使っていただける備蓄のトイレのセットになっております。主に、観光庁とかですね、企業さんにも、備蓄していただいてますので、いろんなところでご活用いただけると思いますので、よろしくお願いいたします。